今、創楽園では毎年恒例の菊花展が開催されています。今日は菊の魅力をたっぷりご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。こちらには大輪の菊がずらっと並んでますね。そうですね、これはですね、大菊花壇という、はい、名前の花壇でございますが、ここに使われている菊でございますが、大菊厚物と申しましてですね、菊の中でも代表的な、はい、あの種類でございます。どういうポイントが評価されるんですか？やはり大菊でございますので、やはり大きいもの、それから、中央が盛り上がったこんもりしたような、はい、そういった花の形でございますね。それと、花の色がですね、やはり鮮やかな色ということですね、はい、あとはですね、菊が茎がですね、まっすぐにこう伸びてる、やはり和菊ならではの凛としたですね、凛々しい姿、そういったのが評価ですね。菊花展はずいぶん長い歴史があるということなんですけれども、はい、どれぐらい歴史があるんですか？そうですね、遡りますとですね、はい、昭和27年戦後も間もない時にですね、第1回がですね、王子動物園でですね、はいはい、開催されたわけでございます。翌年の第2回昭和28年にはですね、場所を変えましてこの創楽園で、開催されましたと合わせましてですね、はい、神戸菊花協会というですね、はい、菊の愛好団体もですね、結成されまして、はいはい、神戸市と菊花協会との共催でですね、この菊花展がですね、開催されていることになったわけでございます。はい、まあ、今年は第61回ということで、また新たなですね、神戸菊花展のまたスタートかなというような気持ちを持っております。はい、今回出品されている方どれぐらいいらっしゃるんですか？個人団体合わせて49団体からですね、はい、105点のですね、はい、ご出品をいただきまして、はい、それで、私ども神戸市公園緑化協会とか、神戸市造園協力会なんかのですね、出品も合わせましてですね、はい、8数にしましてトータル約2300のですね、はい、菊の花を、展示させていただいてご覧いただけるというということですね。はい、これ以外にもたくさんの種類があるということなんで、ご案内いただけますでしょうか？はい、そうしましたら行きましょうか。はい、こちらは珍しい菊なんですか？そうですね、この菊はですね、巴錦という名前なんですが、はい、江戸時代のですね、はい、中頃ぐらいから、本当に寿命の長いですね、約200年でしょうかね、前からある菊でございまして、はいはい、特徴としましてはご覧いただきますようにですね、お花の外側が、花びらの外側が黄金色、まあ、黄金色といいますかね、はいはい、それで内側ですね、が、まあ、紅色といいますか、はい、横から見ますとですね、黄金色の花びらに、シュッとですね、赤い紅を刺した、そんな感じのね、非常に綺麗な、みやびらかな、はい、菊の花なんです。で、これはですね、江戸時代の画家の葛飾北斎も愛された、はい、と言われている菊でございまして、はい、彼の描かれた菊図っていうですね、はい、絵の中にも登場するんですよ。加賀藩のですね、前田公ですね、はい、も非常にお気に入りになられて、この巴錦という名前を命名されたということが伝えられています。他にも珍しい菊はあるんですか？そうですね、今度はまあ向こうの方にもですね、飾らせていただいているのがですね、はい、一文字種の菊といいましてですね、皇室のですね、御紋はご存知でしょうか？菊の御紋ですよね、はい、その御紋のデザインの元になったのがですね、はい、一文字菊という菊でございまして、まあ、平たい花弁がですね、一番いいのは16枚、はい、御紋と同じ数ですね、がある赤、
黄色白のですね、はい、そういったあの大菊でございます。それを展示しておりますので、はい、まあ、ご覧いただけたらなと思います、はいはい。そして総楽園といえば、はい、この街中にあるとは思えないような美しい庭園ですよね。そうですよね、この総楽園はですね、もともとですね、小寺邸のですね、個人の庭園でございましてですね、はい、昭和16年に神戸市の方に、渡されましてですね、都市公園として、はい、今はあの一般のですね、方にも公開させていただいております、はい、重要文化財の船館とか、はい、お茶室の関心亭ですね、なんかの建物とまあ調和した回遊式の日本庭園ですね、はいはい、これをまあご覧いただくということで、四季折々にですね、春はツツジ、それでまあ秋はですね、こういった紅葉もですね楽しんでいただけるような非常にあの和の風情を持ったですね、はい、あの庭園でございます。本当に心が静かに落ち着くような感じがします、うん、そうですね、まあ、こんな中でですね、神戸菊花展については開催させていただいているんですけど、やはりあの、まあ、これから紅葉がですね、冷え込んでまいりますとあの色づき始めると思うんですが、まあ、そういった赤い色、それから菊のですね、まあ、先ほど 赤色とも申しましたけど、本当に紫、はい、黄色、はい、それから白ですね、こういったあの色とりどりのですね、秋の色を楽しんでいただくと、菊花展の会期中にはいろんなイベントも開催されるんですよね。そうですね、はい、まあ、ここの総楽園ではですね、まあ、若い人もですね、はい、まあ、来ていただいたらどうかなというところもですね、考えて、はい、あのアコースティックライブとかですね、はい、それとかいろいろな舞、それから、まあ、邦楽の演奏会ですか、はいはい、そういったものをですね期間中、まあ、開催させていただいて、はい、まあ、よりいい楽しい菊花展ですね、はい、これをそういった時間を過ごしていただこうということで、はい、まあ、ご用意させていただいております、お茶席などもあるそうですね。そうですね、まあ、あのお茶席につきましてはですね、このからあのご覧いただけます、お茶室の関心亭、はい、それから、まあ、この右手にもございますけど、はい、総楽園会館ですね、はい、この2箇所でですね、まあ、建物の中になりますけど、その中からこの素晴らしい日本庭園をですね、はい、ご覧いただきながら、はい、お手前を楽しんでいただけたらと思っております。千葉広場でもですね、はい、この期間中ですね、毎日ですね、お茶と、それから和菓子、それからちょっとしたお赤飯なんかもね、あるようでございますが、そういったですね、販売もさせていただいておりまして、はい、その芝広場に商品を置いておりますのでね、これからちょっと寒くなるかもわかりませんが、温かいお茶でですね、はい、ちょっとあのほっこりとしていただいてですね、ゆっくりと、まあ、菊の花をご鑑賞いただけたらと思っております、はい、ぜひたくさんの方に来ていただきたいですね。そうですね、はい、まあ、あのこの総楽園のですね、あの菊花展にですね、本当にあの皆さんにですね、来ていただきまして、本当の日本の秋の風情でございましょうか、はい、そういったのを、まあ、満喫していただけたらとこう思っております、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。来週は第2回神戸マラソンの話題をお届けします。お楽しみに。